小川町は埼玉県の中部に位置し、比企群に属する町、比企群西部の中核をなす町である。比企地方及び県南西部の最も北西に位置し、秩父地方のすぐ外側に位置する。江戸から川越を抜けて、秩父に向かう街道が町を東西に抜けており、古くはその地理的な優位性から六歳種が立つなど、地域の商業中心であった。 外秩父の山に囲まれた小川盆地に市街地があり、その地勢から武蔵の小京都の異名を持ち、全国京都会議に加盟しており、伝統工芸の和紙で知られる。名誉町民である元、埼玉県議会議長、国母太郎の作詞による、ぴっかり占領説は、町の歌とも言われ、これによれば、山の町、酒の町、神の町である。 埼玉県中央部よりもやや西に位置する。市街地は小川盆地にありが一部山地に囲まれている。町の北東部は東松山大地を挟んで、引き北丘陵の生端がかすめる。また、関東に二つしかない市に隣接しない自治体である。古くから企業家精神が盛んな土地として知られ、東省一部上場のスーパー、ヤオコウヤ、医療品小売り、島村は、 それぞれ小川町の八百屋800校、島村五福店が発端である。この2社を取り上げた書籍、島村と八百校が2011年1月に発売されている。また、埼玉県西部を中心に店舗号を持ち1951年に大政無人と合併した小川無人や、1999年11月12日、経営破綻した。 小川新用金庫の本店所在地でもあった。1960年代の小川町、手すき和紙用の構造洗いの洋装川和紙の歴史は古く、その起源は1300年前に遡ると言われている。特に特産品である手すきの細川紙は国の重要無形文化財の指定を受けており、2014年には隣接する東秩父村と共に伝承されている。 細川紙の技術が和紙、日本の手すき和紙技術としてユネスコ無形文化遺産に登録されている。太平洋戦争末期、風船爆弾の製造にあたっては実験段階から主に小川紙が使用された。これは小川紙が繊維が長く強度に優れる細川紙であること和紙産地の中で小川町が比較的東京に近いことなどによる。 小学校、中学校、高等学校、郵便番号は、町内全域が、355から03、XX である。市外局番は、町内全域が、0493。同一市外局番の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は埼玉小川別局のみ。小川町駅東京の池袋へは、東場線の、急行や快速で、 1> 約1時間程度で行くことができる。そのため課長内には住宅団地や大型マンションが建設されている。町内のバスは東部グループの川越観光バスが主に受け持っている。また、時川町方面や東秩父村方面へ向かう路線は廃止された路線を自治体が運行している路線でイーグルバスが委託運行を行っている。タクシーの営業区域は 県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。ありがとうございます。